もうちょっといい場所ない？こっちの方がまだ空見えるかな。めちゃくちゃ雲出てる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今日は花火大会らしいよ。めちゃくちゃラフな格好やな。なんかすごい雲多いけどいける？ちなみにリアルでは花火大会今年2回毎年しないんやけどでも私はね、あのバイトとかの関係で1回しか行けん時も結構あったけど。あら、ゆのさん、しばらくぶりじゃない？アイノとは相変わらずよ。お散歩がてら見て回ってきたら素敵ね。今何分だ？あと2分やん、打ち上げ。私何かご用地かしら？素敵ね。世間話でも。そうそう、この間私のファッションスナップが掲載されたのよ。島のみんなが見たらファッションモデル気取りだって噂されちゃわないかしら。え、何に乗ったのかって？地元のフリーペーパーよ。素敵ね。じゃあ多分この島のみんなには届かないっすね。ちょ、もうちょっとで打ち上げやろう。アイノさん、今夜7時からの花火大会に向けてちょうど今準備しているところなんです。まだ準備しよるって大丈夫？今夜の花火大会ではオリジナルデザインの花火を打ち上げる企画も予定してるんですよ。そうだ、まだ花火のアイデアを募集中なのでいい案があったらぜひご協力ください。マイデザインでさらっと書いたものを持ってきていただくだけで構いませんので。マイデザインをさらっと書けないんだどうも、すみません、まだ準備中なんですわ。おや、これはこれはアイノさんやないですか。今日はこの通り広場をお借りして出店をやらせてもらおう思ってるんです。ちゅうわけで花火大会が始まったらぜひ寄ってってくださいね。お、もうすぐじゃない？みんなもう空を見上げよる。もうちょっといい場所ない？こっちの方がまだ空見えるかな。めちゃくちゃ雲出てる。やだな、曇り。もうちょっときっちり夜空が見える状態になってほしいわ。もう？もう来る？でもまだそんなに暗くもない気するんよな。雲があるけんかな。お？来たぞ来たぞ。皆さん、ただいまより花火大会が始まりますよ。イエーイ。私も拍手しろよ。え？どう？上がる？めちゃくちゃ声援。あ、上がった上がった。いやでもな、やっぱり雲ない方が綺麗よね。私もツイッターに、あ、何花火大会の写真と動画あげたけん見て見て、見てない人。私、花火大会という日にうってつけのグッズを持ってるのよ。気になるでしょ。何？カモンを見つけたって感じや。なんかお金払わされそうな感じの。それはね、手持ち花火よ。よかったらアイナさん、受け取ってちょうだい。でも花火大会の時にさ、わざわざ下向いて手持ち花火する人はおらんのよね。打ち上げ花火の晴れ外とは違った趣を楽しんでね、だってば。ありがとう。みんな続々とお店の方に向かっていきよるね。ふう、雲が邪魔だな。いや、でもやっぱ花火はいいっすね。あの、花火のラスト近くのさ、もうなんか、もう残り全部出しますせーみたいな。バン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 ってなりよるときめっちゃ綺麗よね。あ、アイノじゃねえか。おめえのその間抜けの面、久しぶりに見た気がするな。相変わらずそうで安心したぜってか。ヒュージ君、反対向きに座った方がいいと思う。それにしても花火が弾ける音ってのは、とんでもなくでかいよな。腹の底からビリビリするぜってか。みんなめっちゃ拍手しよる。アイノさんのこと最近お見かけしてなかったので、とっても寂しかったです。私、一人で散歩をしながら会える日を待ったんですよ、よう。ごめんね、それは。アイノさん、待ちに待った花火大会が始まりましたよ。一緒に楽しい思い出作りしましょうね、よう。いやー、なんか、すごいさ、めっちゃ台風とね、ギリギリな感じやったけど、なんか花火大会の日の
夕方ぐらいに若干ポツって雨降ったんやけど、なんとかなんとか夜はちゃんと晴れてよかったよ。え、今台風どのあたりだ？九州か。いや、まだこれから雨強くなってきそうやね。ささ、くじ引きをされる方はこちらの箱からどうぞ。ええもん当たりますね。いやー、くじ引き、いいっすね。いや、くじ引きね、見よったら楽しいんやけどね。やっぱこう、大人になると現実的になってくるというか、この金額出してこの一番下の方の当たったら嫌やな、みたいな。子供の時ってね、一番下のでも全然満足やったんやけど。はい、どうもどうもどうも、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。花火大会限定、楽しい景品や美味しいお菓子、ドリンクが当たる稲荷くじはこちらでございます。腹くじなしで1回たったの500ベル、いかがですか？でも500やったらだいぶ、あ、ちゃんとあれ書いてるね、外れなし、ノズレにも見えるけどやります。毎度花1枚引いてくださいね。どれどれ、来た来た、24番、タピオカマッツミルクのあたりです。おー、初めてじゃない？違うかな。コボさんように足元にはお気をつけて。引きがよろしいわ、お客さん。どうです、500ベルでもう1回。もういいですほな、またチャレンジしてくださいね。タピオカ抹茶ミルクやって、現実やったら絶対飲まんやつ。タピオカも好きじゃなければ抹茶も好きじゃないっていううわー、でもいいね、なんか今時って感じじゃない？いや、もうすでにタピオカは古いんか。でも私タピオカは好きじゃないけど、ナタデココは好きなんよね。いやー、いいね。でも見た目的にはやっぱりこうヒュージ君と二人で、うわ、うるせえ、耳元で叫ばないでください絶対めっちゃ声量あるもんね。並んでるの？お久しぶりです。しばらく忙しかったんですか？アイナさんの姿が見えないアイナ島ってなんだか寂しかったです。たふん、それはそれはどうも。アイナさん見てください。あ、私じゃなくって花火です。今日の花火すごく綺麗ですよね。心が洗われちゃいます。たふん、いやでも花火大会中とかはいいんやけどさ、終わって帰る時の人混み特にさ、私とかね、家族で行って車の中から見たりとか、とちょっと離れたところ、その実際の会場とはちょっと離れたところから見よるけんさ、まだあれなんやけど、帰りね、そんなに家まで距離あるわけでもないのに何時間もかかったりするわけやん。こんな、どこにこんな人隠れとったみたいなめちゃくちゃ並ぶんよね。とか思うんやけどさ、お祭りの屋台でもね、ビニール袋というかレジ袋をつけていただきたいんやけど、スーパーとかと同じようにさ、3円とか5円とかでいいけん。いや、なんか食べ物系すべて手に持つのね難しいよね。一つ一つなんか食べて終わらせていかんと持てん感じ。お、いいね、いいねいいね、いいね。ゲームの中でもテンション上がるな。よきー、しずえさんもニコニコしてるよ。あいなさん、花火大会始まりましたね。イベントのお供にちょっとしたグッズをご用意いたしましたので、よろしければお受け取りください。ありがとう。光る花のアクセサリーを頭につけると花火に負けないくらい光り輝きますよ。目立ってすぐ見つけてもらえるから迷子になっても安心ですね。でも確かに迷子になりそうな雑踏やったけども、光る花のアクセサリー、そして青い手持ち花火。こんなにたくさんの花火を打ち上げるのすごく大変だと思うんですよ。だから私たち花火を目いっぱい楽しまなくっちゃよ。花火大会って結構さ、雨天順延戦イベントも多いんやけどさ、あれってめちゃくちゃ無駄にならん？来年に持ち越しとか絶対無理やもんね。ああいう時の花火ってどうするんやろ？廃棄処分？廃棄処分って言っても大変そうやけど。
いや綺麗っすね後ろで後ろで花火が打ち上がりよるのに手持ち花火手持ち花火とかずっとやってないねずっとやってないね。最後に友達とやったのが最後か。やりたいけどさ、やれる場所ないよね。だって家のね軒先とかでやりよってもなんかトラブルになったりすることもあるんやろ。まあ、そんなこと言い出したら何もできんけどさやけん最近煙の少ない花火とかあるもんね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか手持ち花火がやりたくってさ、なんかやれる場所みたいなのネットで調べてみたりとかしたけどさ、ほんと少ないよね。車で行かんといかん場所とか昔ならね、公園とか砂浜みたいな海岸とかでできよったけど、今なんかそういうの指定されとるとこしかダメなんやろ。いやー難しいいっぱい売りよるのにね。